前回のアンダーテールターボ P。 あ、みんなわわわわ、いっぱいボックス出てきたぞ。わ、すごいすごいすごい。くっそ、なんでだ。この右下にね、あのボーダー柄の小僧もいてるよね。お前なんて生意気な顔をしてるんだ。え僕だよ、君の親友。そうだよ、僕だよ、僕が友達だよってやつじゃないか。お前20世紀少年知ってるか。おう、え、なにこれ。アズリエル・ドリーバー。いやだ、壊れるもんか。え、なになになに、また鳥肌立ったんだが。踏ん張ったってこと。しゃもじが踏ん張ったということ。なんだって、もう結構何回も死んだぞ。お前の人生はここで幕を閉じる。誰もお前のことを覚えていてはくれない。なんだと、そんな悲しい結末にはさせねえぜ。僕に勝たせてよ。なんだなんだ、え、どうなってんのこれもうやめろってやめろって。いや、こっちのセリフや、もうやめろ、お前も。フリスク。これは、ただの悪い夢。お願い、目を覚まして。その声は。お？ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。アンダーテールスイッチ版ターボ P ルート編ということで、前回ね、ほぼほぼ P ルートをクリアしたんだけれど、アズリエルがね、バリアを壊してくれた後、10時間をね、設けていただきましたよね。なのでこの際にですね、もうすぐクリアしようと思ったらできるんだけど、いろんなね、町各地に戻っていろんな人にね、挨拶したりできなかったことをね、やっていく、そんなおまけ的なね、最終回に今回はなると思います。では地下の世界をね、噛みしめろ、しゃもじ。はいはい、このね、検出でね、セーブいたしました。ちゃんと戻れるのかな。エレベーターのね、ツタがこれ出るのかな。あ、ここにもセーブポイントあるぞ。なかったよね、前までなかったよね。あの棺とかどうなってるのかね、皆さん気になりませんか。どうなってるんだろうね。魂は全て解放したんでしょ。どうなってるんだろう。あ、え、前まで棺開いてなかったよね。棺が開いております。そしてしゃもじの棺だけ閉まってるぞ。中は空っぽ。名前は気づかなかったが、そこの方に何かある。あ、ちゃうちゃう、前は気づかなかったが、そこの方に何かある。ミイラの包帯のようだ。どういうこと。あ、アイテムってことじゃないよね。ん、ミイラの包帯のようだ。なんかもう、しゃもじが死んだら、それでくるくる巻きにしてここに掘り込もうと思ってたっていうことかな。はいはい、真実のね、ラボから上がってきたときはセーブポイントとかね、なかったんだけど、セーブポイントがね、復活しております。うん、お城のエレベーターっていうことでね、ツタが絡まって降りれなかったエレベーターもこの通り入れるよね。オッケーオッケー。これはどこに繋がってるんだっけ。真実のね、ラボではないはずだぞ。ホテルだっけ。割と長いね。かなり深いぞ。高い位置にあるのかな、このお城ってね。お、着いたぞ。そうかそうか、コアのね、エレベーターだったんだ。そうだそうだ。じゃあ一旦ね、ホテル方面へ戻ろう。はいはい、ホテル方面へね、戻ってまいりました。さっぱりしたね、しゃもじね、汗かいたからね。うん、さあさあ、このエレベーターって直ってんのかな。あ、エレベーターは動いてないんだね。うん、やっぱり直ってないんだ。うん、ん、私はスライム、これは実に嬉しい事態だって言ってるぞ。君、外へ行くの。僕はもう少しかかりそうだから、また後でね。なんか電話してるよね。前足ハイヒール、聞いて、エレベーターが復旧したのよ。でも、すごい混雑で、まだ乗れないの。あ、そうなの？いや、動いてないよ。動いてないよ、お前。動いてないからね。さあさあ、この辺の部屋とかどうなってるんでしょうか。ルームサービス、結局、来なかったな。はぁ、ってことで。あ、もう時間切れなんだ、ルームサービスがね。これは、宿泊した時にね、入れる部屋。で、これが？うん、あ、来なかったな、って言ってね。ん、返事がない。あ、もういなくなっちゃったんだ、この中の人ね。うん、ちょっと待って。あなた、めちゃくちゃお掃除してるやん。え？仕事を終わらせようとしている。あ、そうだよね。もうそろそろあれだよ。皆さんね、地上の世界に行くからね。早く早く、お掃除終わらしてね。うん。はいはい。
ただね、何があろうと、このバーガーショップだけはね、二度と行かないと心に決めているからね。よし、他のね、街も見てみよう。あ、あなた忘れてたね。うん。申し訳ございませんが、当ホテルは閉店いたします。あ、そうなんだ。でも、通りすがるお客様はいつでも大歓迎ですよ。ってことでね、オッケー。あなたは行かなくていいの？地上にね。タリラリラ、ボートに乗りますか。乗りましょう。そうだよね。じゃあ、まずスノーフルからしようかな。うん。では、参りましょう。いつものやつ歌って。タリラリラ、天使が舞い降りる、タリラリラ。それも聞いた。またどうぞ、タリラリラ。あなた先に地上行ったらダメよ。まだ使うからね。うん。オッケー、来たぞ。お前らも話聞けるんかな。あ、これからは本物の人間とモンスターと人間ごっこできるぞってことでね。うん、人間がモンスターと人間ごっこするときって、人間と人間ごっこになるのとかね、どうでもいい会話だぞ。どうやら、新たな世界の幕開けのようだ。そう、果てしない世界さ。冒険好きの血が騒ぐな。子供に戻った気分だ。ということは、私の子供たちは赤ん坊に戻ったということかな。うん。オッケー、もうあなたたちね、もう、とっととお前地上に上がれ。うん。あ、なんと美しいノックの音、返事をしなければ、もう一度行けるだろうか。ってことでね。またしてもらえると、してもらえると思うな、お前。お前も早く地上に行け。あ、ところてんを投げてた人だ。もう終わったの、お仕事。アイスウルフ。もう氷投げなくていい。あ、あれ氷だったの？アイスウルフ。これでズボン買いに行ける。あ、そうだよね。あなた全裸だったもんね。ね、寒かったよね。ズボンちゃんと履いてね、地上の世界に行ってください。あ、この辺のね、メンバーちょっと減ってるぞ。地上にはホットな男子がいるのかな。それから、おしゃれなドリンクもあるのかな。いやん、楽しみすぎってことでね、もうまあベロベロやないかも。あなたは？うん、もうすぐ人間の食べ物を食える。それに人間のトイレも使えるぞってことでね、楽しみで仕方ないんだね。聞いたか？都からの移住はなくなったらしいぜ。ってことは、この町の伝統も疲れる心配はねえってことだ。でもその代わり、俺たちみんなここを出ていくことになっちまったけどな。ま、しゃあねえわな。世の中、そう、うまい具合にはいかねえってことだ。うん。まあ、新たなね、生活をスタートさせればね、そして文化が宿っていくんじゃないかな。うん。お見事。喋ったー。はいはい、横島の小僧ですよね。この子にもね、ちゃんとね、お別れを言わないといけないよね。君ね、最後ね、戦ってた時に助けに来てくれたよね。よく場所が分かったね。あ、また会ったな。あれから、俺なりに、いろいろ考えてみたんだけどさ。アンダインって俺たちが思っているほどイケてないかもしんない。なんかあれじゃただのいじめっ子と同じじゃん。でもさ、代わりにもっと超絶かっこいいやつ見っけたぜ。え、誰のこと？にゃっはははは。うわー、お前もしょうもないやつに悪影響受けたな、お前。はいはい、図書館前に来ております。なんかね、えらいことになっております。どうしたのお前たち。俺の親と神さんの親が一つに合体しちゃったっす。あ、これね、真実のラボにいたやつじゃないか。ってことは俺、妹と結婚したことになるっす。いや、でも俺たち犬だし、そんなの全然珍しいことじゃないっす。ってことでね。あ、アマルガムだってやつだね。なんか、一声あげたぞ。あ、これ泣き合いしてるんだ、泣き合いしてるんだ。かわいいね。私らの親はみんな合体して一体の化け物になっちまったさ。つってね、化け物っていうのやめろお前。でもいいのさ、家族が一つになるってそういうことさ。うん、ちょっと違うと思うけどね。ワンボーは、うん、ドロドロの体で、のそのそ歩くやつを家族に持てて最高だぜ。あいつらいつも動いてっから見えなくなる心配がねえのよ。あ、そうなんだね。オッケーオッケー。じゃあよいしょ、部屋に入っていくぞ。結局ね、このお兄ちゃんのね、部屋の鍵をね、手に入れることはできなかったんだ。そうだよね。でも結局、ニューホームだっけ？ニューホームでね、手に入れた二つの鍵っていうのは、一体どこで使うんだろうね。この辺も多分関係、あ、BGM なくなったね。関係ないと思うんだけどね。いや、この辺はもう多分いいんだろうね、特に調べても。何もないんだろうね。はいはい、特にね、パピルスの部屋は何もなかったので、またまたこちらの部屋にやってまいりました。さあ、開け方は覚えてるよね、しゃもじ。行くぜ。開け！ごま！これだよね。うん、あなたもう地上出られるぞ、お前。怪しげなフィギュアだ。調べてみる？もう調べてみよう。うん。フィギュアに睨み返された。うん、フィギュアがあるね。やっとね、これまたプンスカミュウミュウ戦がね、できるんじゃないか？触るんだよね。うん。耳の後ろを優しく書いてやった。うん？こちらを睨みつけているってことでね。これ触りまくるんだっけ？うん。
今フィギュアが笑ったような、うん、笑ってるけどね、もともと、うん、よいしょ、やめろ、もういい、たくさんだ。これね、クリア後だから何か変わらないのかな。初対面の相手をベタベタ触るとは、とんだ、常識知らずめ。絶対に触ってはならん。だって、くすぐったいもん、ってことで。こいつはね、実は、こいつを倒す倒さんっていうのは、P ルートにね、特に関係シーンらしいよね。うん。うん、新しい素敵な人生が始まるんだみゅ。だが、どんなに懸命に試みても、なぜか一つになれぬのだ。俺の感情に雑念が混ざっているせいだ。もっと緊迫した熱いバトルが必要なのだ。俺の混じり気のない怒りの感情を引き出すのだ。そうだ。おい人間、俺と戦え。あ、来たね。左と右スティックだったよね。オッケーオッケー。うん。まあ、結局こいつと戦うのはあまり意味ないんでしょうけどね。そして任天堂スイッチバージョンだけなんだよね、このバトルがあるのって。うん。うん、オッケーオッケー。もうね、一回倒してるからね、あなたエンドルートの時にね。うん。ほんなら本格的に倒してみるか、一回。倒してみるか。よいしょ。あ、バカめ、そんな武器で俺にダメージを与えられると思うか。ガードを固めている限り、この体は無敵だ。しかも、とってもキュートだミュー。あ、攻撃効かないんだね。俺がこの肉体をどこで手に入れたか。気になるか、知りたいか、はははは。いや、知ってるよ。ラボでしょ、アルフィーの。うん。よいしょ。一回やってるからね、全然変わってるんじゃないか。うん。あ、そうだね、これ、その頭をつけ直したよね。この肉体はな、ある不思議な場所で見つけたのだ。それはなんとも科学的な場所だった。うん、だからアルフィーのね、ラボでしょ。よいしょ、はい、はい、よいしょ、はいはい、もういいぞ。教えて教えて、ラブってなーに。ラブを教えるにはどうすればいいってことで黄色くなったからね。ここで見逃すか戦って壊すからしいんだけど、まあ壊してもね、結局ストーリーには影響ないらしいんだけどね。まあ結局まあ P ルートということでね、まあ G ルートをするときはね、殺しちゃったらいいと思うけど、 P ルートなんで、まあ逃がしてあげよう。うん。え、そんな、なんて優しいんだ。感じる。何かを感じるぞ。この体と完全に一つになるのは、まだまだ時間がかかるかもしれない。でも俺は今、その一歩を踏み出した気がする。ははは、一人になりたくてここに隠れていたのに、どういうわけか友達ができてしまった。ありがとう、ありがとう。本当に、ありがとう。さよなら。これでね、あいつもね、地上の世界にね、行けたのかな。オッケー、あなたはいいの？もう。うん、いや、もう戦わなくていいんだよ。もう戦わなくていい世界にしたからね、僕が。うん。さあさあ、他のね、ところも見て回ろうか。はいはい、今ね、スノーフルのお店にやってきてるんだけど、このね、遺跡についてっていうのを聞くと、聞きたいかい？遺跡の扉が開いたらしいよ。しかもなんと、内側から開いたっていうから驚くじゃないかって言ってるんだよね。どうやら、お妃様がずっと中に住んでたらしいんだよ。これがね、トリエルさんのことだよね。うん、おったまげたねってことで、これでね、一番最初の遺跡方面にね、戻れるようになったみたい。戻って何かあるかな？まあ一応戻ってみるか。はい、そしてね、ステージを引き返していくと、こうやってね、戦ったモンスターたちが姿を現すんだよね。地上に行けば誰かに注目してもらえるかなとかね、すごい数の人間がいるから誰か一人ぐらい俺を見てくれるよねってね、こういったモンスターたちがね、現れるんだよね。まあ、ほとんどね、時間の都合上カットすると思うけどね、あなたもいるよね。うん。そして例のこの場所、このね、開かないなって言ってた扉なんだけど、実はここね、扉だって言って、この辺あんま関係ないんだよね。なんかこの P ルートクリアした時のエンドテロップで、なんかね、スペシャルサンクスかなんか出てきてね、その文字をなんかかわしていくみたいなんだよね、バトルみたいに。それを一発も食らわないで、すべてかわしきると、そして、セーブデータ戻ってくると、ここが開いてるらしいんだよね。今回ちょっとね、それもね、挑戦してみたいなと思うんだけど、よいしょ。まあ、とりあえずね、いろんな場所に戻ってみようと思っております。はいはい。そしてね、一つ思い出したことがあります。雪だるまのかけらね。これね、この雪だるまにもらったんだよね。うん、45HP 回復、世界の果てまで連れてってって言って、これを持ってね、地上に上がれということだったのかな。どういうことなんでしょうね。あ、僕の体のかけら、大事に持っててくれてますね。あ、こんなセリフに変わるんだ。僕にはちゃんとわかります。なるほど、バリアが消えたんですね。そうですか、じゃあもしご迷惑じゃなかったら、そのかけらを地上へ持って行ってくれませんか。どうかよろしくお願いします。あ、そういうことか。それによってね、何か起こるのかな。うん。あー、セリフは変わらないね。オッケーオッケー、迷惑じゃないからね。うん、持って行ってあげよう。はいはい、たまたまね、通りがかったところに、ほら、関西の方から来たね、鳥たちがいます。博士が嫁はんを生き返らせてくれたんです。せがれもすっかり元気になりましたわ。こんでうちらもえらい大所帯になりましてな。嫁はんが16人と合体してもうたさかい。お、
これね、真実のラボで、ね、出てきたあのモンスターね、実は嫁さんだったんだよね。お母さん、あなたが息子さんか。おかんは他の奴らと脳みそがくっついてもたけど、それでもおかんはおかんや。高齢、高齢からもわてらは家族やで。氷だけに、うん、そういうとこやお前。ちょっと今の笑うとこですやん。あなたはライチャ、ん、一応ギリギリなんかあのちょっとツッコミ入れようとしてるんやけど、まあちょっとね12人ぐらいと合体しちゃってるからね、まあそれはそれで幸せなのかどうかっていう話だけど、いやこうやってね戻ってきたらその後のモンスターたちのねあれが見れるんだ。すごいね、釣り竿もあるぞ。うん、いやもういい、ほっとけ、もうそのままにしとけ。それはさあさあ、トリエルさんのね家に戻ってまいりました。うん、これまだ燃えてるけどね、大丈夫かな。あ、バタスコがあるぞ。うん、パイはほとんどなくなっている。犬の足跡がついている。あ、これ犬入ってきてお前食べられたんちゃうか。食べられてもたんちゃうか。うん、あ、そうだよね、チョコレート入ってたよね。トリエルさんのね部屋とかもちょっと見てみようか。いや、しゃもじがね住むはずだったこの部屋も綺麗に整頓されているんだろうな。そうだよね、ちょっと寝てみようぜ。あ、ベッドに横たわると不思議な気持ちになった。今の自分にはとても小さすぎるように思える。あー、それほどねこの旅を経て大きくなったんだしゃもじね。うん、もうしゃもじなんかフリスクなんかね、あのどっちかにしてくれよくわからないんだけどね。うん、オッケーオッケー。結局フリスクっていう名前だったのかな。あ、また日記書いてあるぞ。うん、変わってるかな。あ、変わってないね。これはね、門というかね、扉のところでサンズとねダジャレ合戦をしてた時の日記だよね。何もないよね。そうだよね、特に何もないんかな。あの改装中の部屋とか入れないか。入れないね。あの鍵とか何に使うんだ。あ、やっぱり自分だよフリスク。え、何何何、やっぱり自分だよフリスク。これシャムジじゃなくてフリスクだったんだ。僕ミンティア、ミンティア、ミンティア。さあ、始まりのね、場所へと行ってみましょう。一番最初ね、もう、シャムジが、イビト山からね、落ちてきた場所に戻っていこう。そこまで戻ると、もしかしたら何かあるかもしれないよね。はいはい、かなり距離あったけどね、一番最初のね、落ちてきたところまで戻ってきました。何かね、あるとはあまり思わな、え？うわ、鳥肌だった。ちょっと待って。え？アズリエルじゃないの？マジか。僕のことは心配しないで。誰かが花の世話をしなきゃいけないもん。あ、あなたこの花をなんかお世話してんの？金色の花だ。花がクッションになって助かったらしい。あ、このね、お花の世話をしながら、そしてまたね、何かが起こってこの山からね、転落してきた人間をこうやって優しく受け止めるクッションの役目を果たす花をね、こうやってちゃんと育ててくれてるんだ。フリスク、お願いだから僕のことはもう放っておいて。僕はみんなのところには戻れないよ。え、それはなんで？戻ったらまたみんなを傷つけちゃう。だからもうみんなとは会わない方がいいんだ。なんだって？ちょっと待って、これサムネにしよう、サムネにね。同じような感じでサムネにしよう、これ最終回のサムネだ。うん。わー、すごくいいアングル。ね、最終回にぴったりなんじゃないか？オッケー。ちょっと横たわってみて。うん、横たわってみろ、お前。あ、いいよね、うん。はいはい、話を進めましょう。うん、どうしていかないの？ひょっとして僕が寂しくないように？フリスク、あのね、一つ聞いてもいい？あ、いいよ。君はどうしてこの世界に来たの？君もあの伝説は知ってるよね。イビト山に登った者は二度と戻らない。君はどうしてそんな山に登ったの？ちょっとバカをやっちゃっただけ。バカをやっちゃったとか言うのやめろ。うん、それともそれが運命だったのかな。それとも、うん、いずれにせよ本当のところは君にしかわからないよね。まあ、確かに言われてみたら、どうしてねしゃもじはここにやってきたんだろうね。そしてそのね、もともと友達だったしゃもじにそっくりなフリスクなんだよね、これはね。だからなんでそっくりなのかっていうのもね、もしかしてしゃもじとフリスクは兄弟でお兄ちゃんを探してフリスクがやってきたのかもしれないよね。シャモジがあの山に登った理由はね、実はあまりいいものじゃなかったんだ。あ、そうなんだ。フリスク、君には本当のことを教えてあげる。あ、なんだって、戻ってきてよかったね。シャモジはね、人間たちを憎んでいたんだよ。それがどうしてなのかは話してくれなかったけど、でもその憎しみがすごく強いってことは僕にも分かった。あ、そうなんだ。人間を憎んでいた人間だけど、君はシャモジとはまるで違う。確かに洋服の趣味は似てるけどさ。あ、そうだよね、横島好きだね。うん、なんで君とあいつをごっちゃにしちゃったのか自分でもわかんない。ひょっとしたらしゃもじは立派な人間じゃなかったけど、フリスク、君は
僕が欲しいと願ってた友達そのものだったから。いつの間にかあいつと重ねちゃってたのかもしれないね。ほんと花の姿の僕はよくわからないことばかりやってたから。あーまあ操られてたというか記憶を失ったとかそういうことなのかな。うん、最後にもう一つ君に話しておきたいことがある。しゃもじと僕の魂を一つに融合させたとき、体を動かす力も二人に分かれちゃったんだ。しゃもじは自分で魂の抜けた自分の体を持ち上げた。そして人間の村へ行ったときも、あいつがこう言ったんだ。全力で攻撃しようって。でも僕は反対した。そのせいで僕は花の姿になっちゃったんだけどね。あ、これね、人間の世界に戻るには、一人のね、人間の魂と、そしてね、モンスター一人の、体というかね、魂が必要で、人間の世界にね、一旦戻ったんだよね。で、バリアを壊すためには、あとね、6人の人間の魂が必要だから、人間を倒そうとしたんだけど、アズリエルは、それをね、しなかったんだ。フリスク、僕はずっとその時の自分の判断を後悔してた。だから、この世はすごく汚い場所だって思ってた。殺すか殺されるか、だってね。あのね、フラウィーの時にね、よく言ってたよね。でもこうして君に出会った今は、もうあの時の自分の判断を後悔してないよ。僕は正しいことをしたんだ。もしあそこで僕が人間たちを殺していたら、モンスターは全人類と戦争することになっていたはず。だけど結局そんなことしなくてもみんな自由になれた。もちろんすごく時間がかかっちゃったから完璧な選択だったとは思ってないけど、でもそれを一生悔やみ続けるわけにもいかないでしょ。僕の一生はもうすぐ終わっちゃうけどさ。でもそんなことはどうでもいいんだ。死んじゃうわけじゃないでしょ。お花になって生き続けるんだよね。フリスク、僕の話を聞いてくれてありがとう。さあ、君はもう仲間のところへ戻らなきゃ。あ、そうだ、一つお願いがある。この先もしまた僕に会うことがあったら、それを僕だとは思わないで、今の姿のままで覚えておいてほしいんだ。あ、今後フラウィーが現れたとしても、もうあなたじゃないと、アズリエルではないということだね。ほんの少しの間、君の友達だったやつとして、それから外の世界ではくれぐれも気をつけてね。地上はみんなが思っているほど平和な場所じゃないから。フラウィーみたいなやつもたくさんいる。いいやつでいるだけじゃ解決できないこともある。フリスク、うまく生きるには殺さず殺されずだよ。それをモットーに頑張っていればきっと大丈夫。それじゃあね。うわ、なんかもうクソも深いよね。めちゃめちゃ深いよね。もうフリスク、君はよっぽど暇なんだね。ちょっと待ってよ。そんなこと言うのやめろ。あ、カンストしちゃったね。これで終わりか。オッケー、ありがとう。君にあげるもんとか特にないよね。アイテムとかね。あ、ここでね、パピルスとアンダインに一回電話してみよっか。あ、誰も出ない。電話の電池が切れているのかもしれない。あ、そうなんだ。トリエルさんに電話できない？あ、トリエルからメールが届いてる。フリスクへ。サンズとアルフィーにメールの送り方を教わってるの。いろいろ覚えたわよ。例えば、顔文字って知ってる？これを見て。なんだこれ。頭を左に傾けてごらんなさい。私が笑っている顔に見えるでしょ？どう？笑うの頭文字よ。わかってるよ。トリエルより。今はこれだけのようだ。隣の部屋に進んだら、またメールが来るかもしれない。いや、そんなことのためじゃなくて、あなたの息子さんがここにいるんだよっていう電話をしてあげたかったんだけどね。もう仕方ないな、もう。はいはい、ナプスタブルークの家に来たらね、ほら、ナプスタブルークと、こいつ、メタトン EX がね、いたよ。メタトン EX の家だよね、これはね。あ、フリスクちゃん、よく来たね。見て、アルフィーが新しいボディを作ってくれたんだ。あ、よかったね、故障してたもんね。そうそう、聞いて、バリアが消えたんだよ。あ、知ってるよ。お日様の光を浴びるのが待ち遠しいな。太陽に勝るスポットライトはないからね。それと君にもお礼を言わなきゃね。君と戦って。仲間とパフォーマンスする楽しさを思い出したよ。だから改めてバンドのメンバーを探すことにしたんだ。あ、バンドすんのお前。シャイレーンがバックコーラスをしてくれるっていうし。そこにいるブルじゃなくて、ナプスタブルークは DJ だ。あ、そうなんだ、ぴったりだね。この3人でやっていくことにした。それバンドって言えんのかな。ようやくだよ。考え人をした。人しようだ。君の意見を聞かせてくれるかな。人間はどんなグッズを買うと思う？一応いくつかアイデアは出してみたんだ。あ、あなたのバンドのグッズということ？僕の顔のバッジ、僕の顔のステッカー、CD、僕の顔付き、僕の顔のポスター、僕の、顔 T シャツ、僕の顔パンツ、それとトリエルのぬいぐるみ。でも顔はトリエルじゃなくて僕ね。君はどれがいいと思う？選択肢は
非常時、表示されなかったってことでね。うん。なるほど、僕もそう思うね。うん。お前とはもう二度と喋らんからな。あ、メタトン。あ、大ファンなんだ。うん、あ、そうなんだ。うん。あ、君は、忘れないよ。君が励ましてくれたこと。遺跡で寝たふりをしていた時のことだよ。寝たふりをあそこまで信じてくれたのは君だけだよ。あ、それとちょっと気まずいんだけど、君の名前なんて言うの？みんな知ってるみたいだから。最近世間ではいろいろあったみたいだね。部屋で音楽聴いてたら、窓の外が眩しく光って、牧場のカタツムリが消えちゃったんだ。そしたらドアをノックする音が聞こえて、眩しい光が入ってこようとしたからブラインドを閉めたんだ。そして気がついたらみんな君の名前を知って、知ってて、フリスクか。そっか、わかった。忘れないよ。ってことで、まあ、なんかよくわからないけど、フリスクだってことをね、伝えたみたい。うん。忘れてないよってね。うん。手に涙でメモしておいたから。あ、そうなんだ。泣いてくれたんだ。もうあれかな。あ、お引っ越しの準備なんかしてるんじゃないか。あ、入れないね。いや、入れるわ。入れる入れる。オッケー、もういいんかな、ここはね。はいはい。アンダインのね、お家にやってまいりました。すると、ほら、プンスカミューミューはね、ここに来てるんだよね。ここも入れないよね。あ、そうだよね。な、貴様、さっきはどうもありがとう、ミュー、言うてね。この体もすっごく馴染んできた感じ。だから、みんなに見てほしいな。そうだ、自分のテレビ番組始めちゃおっかな。そしたら、世界で人気者になれるよね。ライバルはメタトンだよ。あんなスクラップ野郎、ベコベコに踏んづけてやる。あははは。ねえ、アンダインってそのうち帰ってくると思う？アンダインはね、もうここには帰ってこないんじゃないか？聞いてあげようか？うん。あ、電池切れてるらしいね。うん、無理だわ。うん。女の子って自分の家が焼け落ちるとこ見たいと思うものじゃないの？そんなことないでしょ？私だけの特別な花火大会みたいな？ねえ、そうじゃないの？そうじゃないよ。うん。もう二度と喋らへんからな、お前とは。さあさあ、ここまで来たらね、テミー村も寄ってみたいと思ってやってまいりました。ちょっとテミー、ニュース聞いた。ヤバオニュース。おう。あれかな、地上に出れるってね、分かったのかな。ちょっとテミーニュース聞いた。ヤバオニュース。そのニュースを言わないのか。やった、テミーたち自由になった。うん、お前は、お前は確かボブだったよね。うん、願ってもない展開になりましたね。なんで急にお前かしこまったの。うん、お前は、いやいや、テミーたち地上出たらキャワワ人間いっぱい見れる。あ、そうだよね。みんな自由になった。でもテミー行かない。え、なんで。テミーここずっといる。卵見てる。テミー幸せな家庭気づくのね。うん、生まれるかな卵これ。片茹でだってね。お前生まれることないぞもうお前。うん、あなたは、あ、ジンマシン治らないね。ジンマシンってね。うん、あなたはマッシュルームダンス。マッシュルームダンス、一体どんな意味。それは私の抑えようのない喜び。国は私を地上に植え替えてくれるそうだ。なぜ私のダンスを見て笑顔にならない。失礼だ。ってことで、ほとんどね、あのしゃもじの後頭部でね、あなた見えてなかったからね。ごめんごめん。あなたは誰かが出してくれるのを待っているってことでね。まあ誰かに出してもらってくださいね。うん、テミーの像めっちゃ有名。ヤバオってことでね。さあ、お店にもね入ってみよっか。うん、どうもね、ここテミー店よく来たな。あー、しまったね。ここでさ、夢なんかをね売ればよかったな。しまった、使ってもうたね、プンスカミューミュー戦で。夢は売れないとかね、夢はもうプライスレスとかね、なるんじゃなかったのか。しまったな。でも最後にね、あなたに伝説のアイテム、棒切れだけね、売ってあげよう。うん。ノーって言ってね、あ、もう高くはならないんだ。オッケー。棒切れ売ってあげよう。ありがとう、テミー。君たちもね、地上にね、行ったらね、またよろしくね。うん。バイナラ。ということで、もうほとんどね、心残りないので、さあ、例のね、出口の方面に行きましょう。はいはい、エッケン室のね、ところに戻ってまいりました。なんだかんだでね、今回、一番収録時間長いからね、もう、2、3時間プレイしてるんじゃないかな。ねえ、もういいかな、あなたたち、話聞かなくても。うん、ハロー、ブリスク。さっきは、君の魂を奪おうとして、すまなかったね。本当に申し訳ないことをした。こんな私とも、まだ友達でいてくれるかい？気にすることはないぞ、アツボは。ここにいる全員、一度は、ブリスクを殺しかけてるからな。あ、そうだよね。うん。あ、確かに。なら、謝らなくてもよかったな。いや、そこは謝れ。うん。いやいや、そういう意味じゃないから。うん。ねえ、フリスク。ちょっと、こっそり聞きたいんだけど、その、アズゴアとトリエルって、よりを戻すと思う？あ、そうだよね、この二人ね。やはり、ちょっと、夫婦仲がな、夫婦仲がちょっとぐちゃぐちゃで、やっぱりこんなね、全員集合の時も、やっぱりみんな両端だよね。どうだろうね。でも結局は、よりをね、戻してほしいなと思う僕の気持ちをね、入れたいと思います。思う。
だよね。私もそうなったらいいなって思って。きっとすごくお似合いのカップルだったんだろうな。こんなに、燃えるカップリングないよね。トリ X5 話、うん。設定は私の元、元上司とその元嫁。あれ、なんかそう考えたら急に慣れてきた。何を言っとんねんお前は。オッケー、お兄ちゃんもいいかな。うん、よう、調子はどうだい。ちょうど今あんたの話をしてた。あんたトリーに出会った直後にママって呼んだんだって。あ、そういや電話でね、ママって呼んだ記憶があるよね。まあ直後っていうのは言い過ぎね。出会って数分後よ。フリスク、よく聞けよ。初対面の相手をママって呼ぶのはまずいぜ。え、そうなの？アピルス、私からも言ったはずだぞ。そんなの知らないよ、ママ。ママ言うてもってるぞ。口答えするんじゃありません。お部屋で正座してなさい。はい、わかりました。こら待て、本当に行くなって。え、どっちなの？はっきりしてよ。うん、お前らはもう二度と喋るな。うん。ただね、パピルスだけね、話聞いてないから、申し訳ないな、もう。ねえ、アズコは。今度こそ俺様をロイヤルガードにしてくれる？あ、ロイヤルガードは解散したんじゃなかったっけ？そうだな。戦争は終わってしまったから、ロイヤルガードはもうお役御免かもしれないね。え？じゃあこの人間は何のために冒険をしたの？はるばる旅をしてきたのに、結局俺様がロイヤルガードになれないなんて、こんなの最悪のバッドエンドだ。うん。それ、お前それが最後の言葉でいいのね。よし、じゃあみんなありがとうね。地上の世界へ行こう。さあ行くぞ。ここにもセーブポイントがあります。終わり。さあついに終わりの時が来たぞ。これか、これのことか。この先へ進むとあなたの旅は本当に終わりを迎えます。仲間たちも一緒に地底の世界を後にします。あ、まだ進まない先へ進むってありますよね。オッケー、先へ進もう。これが P ルートだ。地上に出てきたのか。あ、夕焼けが見えるね。まあみんなご覧、美しいだろ。すごい、テレビで見るより全然綺麗。想像してたのよりずっと綺麗。フリスク、お前はこんな綺麗なところに住んでるのか。まあもともとね、人間だからね、地上のね、家かどっかに住んでたのかな。うん。太陽は明るく、そよ風は心地よい。生きてるって素晴らしいな。ねえ兄ちゃん、あのでっかいボールは何？あれは太陽って言うんだ。え、あれが？俺様、ついに太陽に会えたぞ。こうしていつまででも眺めていたくなるね。ええ、本当に。でも、そろそろこれからのことを考えないと。あ、そうだったね。みんな聞いてくれ。我々は新たな未来に向かって歩み始める。人間とモンスターが仲良く共存する時代の幕開けだ。そこでフリスク、君にお願いしたいことがあるんだ。モンスターと人間の間を取り持つ大使になってくれないか。あ、なるほどね。大使になる？まあお願いされたからにはね、なってあげようよ。やった、フリスクは絶対上手な大使になるよ。そしてこの偉大なるパピルス様は上手なマスコットになってやる。まあマスコットにはね、多分お前は起用しないけどね。早速ご挨拶しに行ってくるね。第一印象大事。うん、お前分かってんのか。お前どこお前全然分からんやろ。お前土地勘ないやろ。お前ってことは誰かがあいつを見張っててやらないとな。つうわけでオイラも行くぜ。あ、よろしくねお兄ちゃん。うん、方向違うよ。まったく、みんな私を頼りにしすぎだ。パピルス待て。うん、あなたはね、方向当てたよね。え、アンダイン、ちょっと待ってよ。あ、みんななんかチリジリになっていくな。ああ、何私もなんかした方がいいかな。あ、また喋ってもらえないぞ。では私もそろそろ行くとしよう。みんな世話しないわね。フリスク、あなたはもともとこの世界で暮らしていたんでしょ。それなら帰るべき場所があるのよね。これからどうするの。うわ、何これ。トリエルと一緒に暮らしたい。そして帰るべき場所がある。ただね、これどうなんかな。このしゃもじとこのフリスクっていうのは同じところに住んでいたとは限らないんだよね。そして、まあ、しゃもじ自体は人間を憎んでたんだよね。僕は一応フリスクらしいからね。だから、あるべき場所があるというよりは、トリエルと一緒に暮らして、モンスターとね、人間の架け橋、それこそ大使にね、なるのがいいんじゃないかな。トリエルさんと一緒に暮らしたい。え？フリスク、あなたって本当におかしな子ね。最初からそう言ってくれたら、こんな苦労はしなかったのに。そうだよね。ホームでもよかったじゃないかっていう話になってくるよね。でも、結果的にはこれでよかったのね。ふふふ。
そうね。本当に、他に行くところがないのなら、あなたのことはちゃんと面倒を見ます。それでやっとママってね、呼べるようになるんじゃないか。それでいいかしら。じゃ、行きましょうか。あ、手つないでね。みんなが待っているわ。わー、素敵。うわー、エンドテロップが来たぞ。わー、いいね。プロのカエルとかなってるぞ。うん。未だに少し罪悪感とか言うてね。心を入れ替えた一面っ子。これ黄色でね、書いてるのと白文字と何かね、関係があるのかな。うん、人気栄養士。ブルブル DJ。おっきい加速してったぞ。お、なんだ？あ、パピルス。あ、ほらほらほら、ひよこちゃんも飛んでたぞ。あ、お兄ちゃんそれ何乗ってんのそれ。え？モンキーみたいなやつ乗ってるね。うん。あ、そうやね、スペシャルサンクスをなんかかわしていくとかなんか言ってたよね。お笑い長凶暴。あ、こうやって全てのね、モンスターが出てくるのかな。そう思ったらかなりね、長いエンドテロップになるぞ。もしかしたらね、ちょっと時間の都合上カットするかもしれないけどね。お、あ、そうだそうだ。オニオンさんにね、挨拶するの忘れてたよ。あ、チューしたぞ。あ、赤くなっちゃった。9999、何がやねん。何がやねん。何巻いとんねん。だよね、お前たち。あ、ビーチで田舎暮らしなんだ。あ、ウォッシュは伝説の清掃員。あ、テミーもね、小刻みに震えております。あ、フルスカミューミーもね、うん、ゴールデンタイムまっしぐらって言ってね。お、なんだ。あ、メタトンだ。あ、そうだよね、バンドするって言ってたよね。おい、ちょっと待て、右のやつお前グラマラスバーガーの店員じゃないのか。余計なやつメンバーに入れたな。あ、そうだよね、お前らもいたよね。うん、ついに告白は、してないし。何やねん。マフェットもいたよね。うん。あ、新しいベーカリーがスパイダー級ヒットしたんだ。うん。ロイヤルガード。ご想像にお任せ。いや、すごいなぁ。うん。あ、こうやって全員出てくるんだね。うん。うん。あ、メガネショップに就職したのかな。あ、マジック、グンナイ。やっとぐっすり昼寝中。あ、アマルガムが出てきたぞ。いっぱいいるよね。うん。大切れのことを考えてるとか書いてたぞ。あ、アズゴア、どうしたのあなたそれ。あ、モンスターの子。なんか新しくね、住むお家なんかをね、あ、スクールって書いてるぞ。このね、地上の世界にモンスターの学校を作ったのかな。これイビト山かな。お、あ、なんだ、ジエンドじゃないの。アズリエル、はははは、これで終わるわけがない。ん？だってスペシャルサンクスがまだだよ。これか。これをかわしきることができたら、あのね、謎の扉が開くんだ。まあ頑張るだけちょっと頑張るけど、初見なんでね。いけるかな？いい？今度こそ本当に終わらせるからね。HP は無限なんだね。うわ、ちょっ、赤もういきなり無理や。もういきなり無理やんけ。え、これ全部、うわうわ、これ無理やろ。これをすべてうまいことかわすことができたら、あの扉がね、無理やろ。え、こんなんかわせれんの。あ、一応かわせれんのか、これ隙間にね、こうやったら。いや、無理やろ、これ。むず。いや、これね、成功させた人当然いるんでしょうけどね。まあ、ごめんなさいね。僕には無理だわ、これ。僕には無理だわ。うん。うわ、すごいな。で、これ本当にね、これ携わった人たちの名前がね、書いてるんだと思うんだけど。いや、これ無理だろ、これ。え？そしてスペシャルサンクスをね、読ませる気がないっていうのもすごいよね。うわ、無理だ無理だ。うん。いや、これスペシャルサンクスをこれかわすだけの回っていうのもね、作れるぐらいのボリュームだぞ、これ。うわ、やーば。これはようかわさんな。よっぽどシューティングがうまい、もしくは覚えゲーだよね。もうこれ配置とか順番を覚えてかわしていくみたいなね、ことをしないと普通には無理だわ。うん。ハートのスピードもね、割と遅いしね、これ。タッチした名前っていうのが後で表示されるんだ。ここでタッチした名前が誰もいなかったら扉が開くんだ。あ、支えてくれた友人たちと家族に感謝します。そしてアンダーテールチームからプレイヤーの皆さんにも心からの感謝を。このゲームが生まれたのは皆さんのおかげです。それではおやすみなさい。
お、あ、トリエルさんだ。あ、そうだよね。このね、P ルートではね、ちょっと先を急いじゃってね、バタースコッチパイをね、もらいそびれたんだ。だからこうやってね、寝てる間に焼いてくれたんじゃないか。うわぁ、なんて素敵な終わり方。アンダーテール。ジ・エンド。お？はいはい、あのね、ジ・エンドの画面で、それ以上進まなかったんで、一旦ね、ソフトを落として、またね、アンダーテールを立ち上げました。エンディングを撮ろうと思ったからね。すると、いきなりほら、フラウィーが出てきたぞ。おめでとう。みんな幸せになれたみたいだね。ちょっと待って。そういえば、あのね、金色の花が咲く場所で、アズリエルがね、今度、フラウィーに会えた時は、それは、僕だとは思わないでねって言ってたよね。こいつ偽物ちゃうか？モンスターたちは地上へ戻った。これからは平和で豊かな世の中になるだろう。安心して。もう心配はいらないよ。ん？ただ、一つのことを除いてはね。ただ一つ残されている脅威。それは全てを消し去る力を持つ存在。みんながやっとの思いで手に入れた幸せを消してしまう。誰のことかわかるよね。え？何？そう、君さ。君にはまだ全てをリセットする力がある。トリエル、サンツ、アズゴア、アルフィ、パピルス、アンダイン。君の気まぐれ一つで、みんなこの時間軸から消えてしまう。そしてまた振り出しに戻されるんだ。これは僕がこのゲームのセーブデータを消すとかリセットするという意味かな。みんな何もかも忘れてしまって、君はまた好きなように振る舞える。その力、え？その力か、ん？その力、うん、そうだね。うん、僕は知ってるよ。君はそれを阻止するために戦っていたんだよね。それは僕が使おうとした力だ。だけど今はもう全てをリセットするなんて僕にはとてもできないよ。あのエンディングを見てしまったらさ。だからお願い。みんなをそっとしておいて。フリスクの幸せを奪わないで。このまま楽しく暮らせてあげて。でも、それでもやっぱり全部消してしまうって言うなら、僕の記憶ごと消してもらうことになるよ。ごめんね。きっと何百回も同じことを聞いたよね。じゃあ僕からはそれだけ。またね、しゃもじ。はい。ということで、地下の世界には誰もいなくなったということでしょうか。そしてコンティニューするとね、おそらく地上の世界にね、出る前のセーブのところに戻れると思います。本当のリセットっていうのがおそらくこのね、データを全て消してまたね、1から始める、それこそ本当の意味のリセットだと思われますね。設定を見てみましょうか。あ、設定までね、え、なんかあの犬がいてね、なんか短歌を歌ってましたよね。フレームも変わってないかな。あ、うんうんうん、あ、やっぱりこの遺跡っていうのがね、まだゲットできてないみたいだ。これがおそらく最後のね、スペシャルサンクスをかわしきって最後開かなかったスノーフルのね、これ山のね、ところにあった扉、そこに入ると解禁されるのかな。うん、そうだよね。ホットランドお城、真実のラボっていうのが追加されております。うん、お、あ、フンスカミューミューのやつ、これ名前なかったんだよね。本物っていうタイトルがついております。そしてスーパーイヌボーイ、はい、ということで、よいしょ、はい、今回でね、見事 P ルートをね、まあ、クリアいたしました。今回はね、かなり長い時間収録して、まあ、クリア後の世界みたいなね、おまけ的な動画になってしまいましたが、まあ総じて言えばこのゲームやはり大傑作ですよね。インディーゲームの大傑作だと思います。さあ、そういうことで、あともう一つね、ルートが残されております。 G ルートって言ってね、なんか虐殺していくルートだよね。そちらの収録は正直僕自身ね、するかどうか分かりませんが、とりあえずね、一旦節目ということで P ルート、 C
しゃもじの旅はここで終わりを迎えます。皆様、長々とね、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。